You like New York? You have 3 years? Yes, 3 years. 3 years, okay, very good. It's New York City. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big old tree. It's how you want it to be. You bring me things from the store and put it at my front door. I've lost count of the times this has happened before. Not that I'm keeping score, 'cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we tow the line. That's fine. Sunday breakfast in bed, strawberry jam on some bread. If you feel like doing, yeah, you can try. You like New York? You have 3 years? 3 years, okay, very good. It's New York City, wow. Yeah. I'm yours.That's my friend, it's Yoshi. Yoshi. Japanese? Yeah, Japanese. Yoshi. 'Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we draw the line. That's fine. 3人の3。3ピースしてます。ちょっと朝から雨が降ったり止んだりしてて、今もめちゃくちゃ天気悪いです。気温は13度なんですけど、ちょっと寒いということで、もう家デーにしちゃおうかなと思ってリラックスデーです。はい、そう、ちょっと見てください。昨日ね、書いてもらったやつ、これ、あ、反射するね。ちょっと、まあ、こんな感じです。すごくない？なんか一瞬にして書いてくれて似てるかな、まあ、似てるか、まあ、この辺がすごく似てると思います。自分でこの目のエクボとかね、すごいよね。でも体もやばいね。こんな風になれってことかな。このちゃんとさ、3年もね、 3のポーズ、このポーズで撮って書いてって言ったら書いてくれました。でしかも I love New York って書いてくれてほしい。でニューヨークをバックグラウンドに書いてって言ったらこれもしてくれて、めちゃくちゃいい人に出会えたなってすごく思いました。しかもこのピアスもさ、
すごいよね。もうちゃんとこの帽子もすごい特徴をつかんでてね、かわいい、素晴らしい、めっちゃ記念になった。しかもちゃんとここにさ、ほら名前と日付が入っているので、ほんと思い出です、これは。で、このお値段はというと、意外とね、私は安いなって思ったんですけど、そう、全然あり、全然嬉しい、もっと描いてほしいなって思ったんですけど、この絵だけ描いてもらうだけだったらなんと$15。めっちゃ良くないですか？超思い出になる、ね、カップルとか友達同士とかニューヨークの、ね、思い出とかにさ、めっちゃ書いてもらったらすごいいいんじゃないかなって思って。でもね、ただね、こっちの枠が20ドルするんですよ。とてもそんな風には見えないけど、まあ、これでね、多分利益取ってるんだろうなって思ったので、まあ、チップもね、チップはいらなかったから、まあ、チップの意味も込めて、そう、でもちょっとあーってなってたら、あ、じゃあ安くするよみたいな感じで合わせて30ドルでチップ込みで書いていただきました。すごいいいと思うね。そう、なんかさ、これ私もうみんなに勧めたいかもしれないと思った、ニューヨーク観光に来た人に。だからまた勝手に夢の話だけど、そう、私がいつかこうみんなを案内した時にこう最後にこれを書くみたいな、書いてもらう、これを記念に持って帰るみたいなのもめちゃくちゃいいんじゃないかなって勝手に思いました。しかもさ、まあ、カラーもいいと思うけど、このモノクロだからお部屋のインテリアにも全然邪魔にならない感じがすごい素敵じゃない。ほら、このちゃんとさ、自由の女神とかブリッジとかさ、エンパイアとかさ、いや最高と私は思いました。そうで、この方と韓国の方だったんですけど、なんかちょっと仲良くなれたので、気になる方はぜひぜひ紹介するので言ってください。私もこれからね、このおすごい応援したい、ちょっとだけ日本語も喋れたし、すっごい応援したい人に出会えたので、たくさんおすすめしていきたいと思います。場所はタイムズスクエアです。でもね、タイムズスクエアにね、めっちゃいっぱいあるんだ。そのタイムズスクエアの真ん中のみんなが集まっているところをこう囲むように絵を、似顔絵を描いてくれる人たちがたくさん集まってて、その中に日本の方もいます、一人。その人ともお話ししたんですけど、で昨日はこうテクテク歩いて、セントラルパークもちょっと見て、でこうなんかビビってくる人がいなくて、そしたらこの描いてくれた方が目があって、あ、どうみたいな感じで言ってくれて、でちょっとこの作品とか見たら、あ、いいかもと思って、あ、なんかなんだろう、引き込まれるかのように、あ、この人とだったら相性が合いそうみたいな感じで書いてもらったらこれだったから、もうほんとびっくりして最高と思いました。はい、そんなお話です。はい、そんな感じで、ではでは皆さん、また明日、バイバイ。明日はダンキンじゃない、明日はクリスピークリームかな、ドーナツかな。